青滝縫えは、日本のオルガン奏者。福島県南相馬市出身。国立音楽大学器楽学科オルガン専攻を、主席で卒業。卒業時竹岡賞受賞。吉田実に指示した。1986年に突出し、1989年に、リヨン国立高等音楽院を一等賞で卒業する。グザビエ・ダラスに指示した。 チェンバロおよびオルガンの歴史的奏法をヤン・ウィレム・ヤンセンに支持した。1989年から1990年にウィーン国立音楽大学でミハイル・ラドゥレスクに支持の後パリ国立高等音楽院サイクルデ・パーフェックシャンモンに入学する。在学中同音楽院小学生としてミラノでイタリアルネサンスバロック音楽の研鑽を積み、1992年に 同家程を終了する。ミシェル・シャピュイ、オリビエラ・ラトリーに指示した。留学中より、フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダ等で、ソロリサイタル、音楽フェスティバルに招かれ、オルガン披露演奏、現代曲の初演も数多い。1993年に帰国後は、NHKFM の番組出演、国内外各地で演奏活動を続けている。 青滝ヌエは2013年12月24日のクリスマスイブ世界のカトリック神と約12億人の祈りが集まるバチカンのサンピエトロ大聖堂でパイプオルガンを演奏したイブのミサで日本人が演奏するのは初めて所沢市民文化センターオルガン講師を経て国立音楽大学及び宮城学院女子大学で非常勤講師として行進の指導に当たった ありがとうございます。